皆さん、こんにちは。花子です。最近のドル円の乱高下がすごい。急激に1ドル155円から160円にタッチして強制ロスカットの被害者が多発した後、今度は為替介入でまた155円に戻ったかと思ったら、また157円を超え始め、 そうして現在木曜日の夜9時は154円台に。為替介入には限度があるので何度もできることではないんですよね。GDP の2%以上の為替介入をするとアメリカの為替操作国基準に抵触します。ところで2023年日本の名目 GDP は公式にドイツに抜かれてしまいましたね。日本が GDP4 位決定なのを見るのが悲しい。 しかも次はインドにも抜かれそうな状況で合意になるかも。為替介入は GDP の2%を超えるとアメリカの為替操作国に指定されてしまうと言いましたが、為替介入は永遠にはできません。2023年は591兆円だったということは、単純に2%かけると11.8兆円まで、推測では5兆円規模の為替介入をしたことになっていますが、 二回ぐらいするともうゲームオーバーですね。具体的にはこの三つに定職すると為替捜査国の認定がされます。アメリカ合衆国財務省はある国が通貨捜査を行っているかどうかを判断するために特定の基準を授けています。アメリカによって通貨捜査国と指定されるためには以下の三つの基準を満たす必要があります。1、アメリカの間で顕著な二国間貿易黒字があり少なくとも200億ドルであること。 2.GDP の少なくとも2%に相当する経常収支の黒字があること。3. 外国通貨市場で一方的な介入を繰り返し行い、12ヶ月間にわたって GDP の2%以上に相当する外国通貨の純購入が行われていること。1. の貿易黒字200億ドルまでは行っていないので停職していない。2023年は日本からアメリカへの輸出が約137億ドル。 アメリカから日本への輸出が約79.5億ドル。この結果、日本はアメリカに対して約57.5億ドルの貿易黒字を記録。2、経常収支の黒字が GDP の2%以上であることは抵触している。2023年の日本の経常収支黒字が GDP の約3.68%。円安効果で経常収支の黒字が増えているため、だから日銀財務省はギリギリまで為替介入できませんよね。 5兆円なら2発ぐらいしか弾が打てない。為替は予想が立てづらいからしない方がいいという動画を前回出しました。要は持っていないお金で25倍にして短期でちょっとの損失でもお衣装を入れないといけないので損切り多発 FX。チャートを見ないフりっていう長期投資の技ができないんですよね。一般的な話をしているので僕は FX のプロという人は無視してくださいね。そして木曜日の夜中は FOMC がありました。結果は予想通りの末置き。ずっと と同じことを言っていますが、利下げは当初予定した時期よりも遠のいたという発言をしていました。そして、バランスシートの縮小のペースを緩める。6月から米国債の毎月償還上限を600億ドルから250億ドルに引き下げることで、バランスシート減少のペースを遅らせます。委員会は住宅ローン、担保証券、MBS の毎月の償還上限を350億ドルに維持。日本とアメリカ逆のことをしてるんですよね。 金利の引き上げは金融引き締め。金利の引き下げは金融緩和。米国が持っている米国債と MBS を売るのが量的縮小。それは金融引き締め。だからアメリカは金融引き締めのペースを緩めると言っている。日銀は日本国債を毎月6兆円買い続けるが、その他の ETF などは一旦買うのをやめる。つまり金融緩和をしているが、そのペースを緩める。まとめると、アメリカは金融引き締めのペースを緩め。 日本は金融緩和のペースを緩める。日本は0.1%の利上げをしたとは言っても、金融緩和して、アメリカは金融引き締めをしているので、いざとなったらまた米国債を買って市場にお金を供給して、 市場をコントロールできるということですね。日本は市場をコントロールするカードがない。日本円をすべて売れとは言いませんが、財産の一部は長い目で米ドル資産にしてもいいんじゃないでしょうか。僕が私が株を買ったら下落すると言ってる人いませんかそのままだと大損まっしぐら資産なくしますよ。これはちゃんと鉄則にのっとって罠にはまってるだけです。何も不思議なことじゃありません。 今日はそのあたりを踏まえ、大当たりの株の投資の仕方について説明したいと思います。今週大きく上昇した株、それは CGC キャノピーグロース。1日で80%上昇。CGC を初めて買ったのは2022年12月の1000万円ぐらい。 一時期は含み損900万円ぐらいだったと思いますが、一気にプラス830万円の1830万円、7787株保有していて何も売っていません。しかし大きく下落。昨日 CGC を買っていたらプラス830万円、今日はプラス311万円と500万円以上減ってしまった。昨日売ればよかったのにっていう人は貧乏マインドの 小金稼ぎ虫ちゃんです。私はそんなあぶくぜにを狙ってるわけではない。ちまちま利確するよりも、長期で動かさずにそのまま持っている方が、大きく儲かるということを知らない民。まあ絶対じゃないですけどね。私は何が何でも売りません。 ちょっとの利益のために売ると、次はいつ入ったらいいか分からなくなります。そして入ったはいいけど、今度下落したらどうしようと、すやすや眠れなくなります。下落体制があれば、夜はすやすや眠れます。株価の上下を当たり前に受け入れると、 下落が怖くなくなります。これは何回説明してもわからない人がいるんですよね。理解できない人に理解してもらおうとは思いません。私の過去23年の米国株投資の中では、ずっとこれの繰り返しですから、ちょっと上昇したからって売ろうとは思いません。わからない人にはわからないと思うので、小金稼ぎ虫ちゃんは頑張ってください。小金稼ぎ虫。小金稼ぎたい。 だけど金持ちマインドの人は最初から小金稼ぎ虫が大量発生することは想定内なのでそもそも企業だってそうですよ最初にお金がなくなってその後大きくなるんですちょっとお金がなくなるのも嫌な人は大きな上昇を得ることができませんだって一時は私のこの CGC マイナス900万円ぐらいまで行ってたんですよまだ含み益があるだけすごいですよ CGC が78%上昇した日に書いたものですが CGC が本日プラス66% マリファナがスケジュール3に分類されるだろうと AP 通信が言ったということで決定したわけではないまた理覚合戦に巻き込まれるのはごめんだわただ一気に含め機が増えて気分はいいマリファナがスケジュール3に分類されることが決定したわけではなくただメディアが勝手に推測しただけですまあ理覚した嫌からがメディアに出したのかもしれませんねアメリカの連邦法においてマリファナはスケジュール1の薬物として分類されています スケジュール1の薬物は医学的な使用が認められていない乱用の可能性が高いとされています。スケジュール3の薬物は通常乱用の可能性はあるものの、スケジュール1や2の薬物に比べて低いとされ、一定の医療用途が認められています。スケジュール3の薬物の例は、1、ケタミン、麻酔薬として使用される。2、アナボリックステロイド、筋肉増強や体重増加を目的として用いられる。3、テストステロン、 ホルモン療法として用いられる。これらは医療の場で処方されることが一般的で、処方箋に基づいて合法的に使用されます。例えば、頭痛薬のタイラノール。タイラノールは主成分がアセトアミノフェンの一般的な解熱鎮痛薬です。アセトアミノフェン自体はアメリカの麻薬取締法においてスケジュール分類されていません。 つまり、スケジュール3や他のスケジュールには分類されていない非麻薬性の薬物です。ただし、タイラノールには様々な配合薬があり、その中にはオピオイドを含むものもあります。例えば、タイラノールナンバー3は、 コデインを含み、これはスケジュール3に分類される薬物です。こうした配合薬の場合は、含まれているオピオイドによって特定のスケジュールに分類されることがあります。この中にタバコやアルコールは危険薬物として入っていません。薬物じゃないですからね。マリファナは転換を抑えたり、がん末期の患者の痛みを取り除くことができる薬物です。タバコや酒はいいのに、マリファナ反対の人は、 タバコがどれぐらい体に悪いのか、飲酒運転でどれぐらいの人の命が奪われたかを考えてほしいですね。CGC は2022年12月に3万ドル買ったので、 どんどん下落、自己責任で買ってねと言ってもクレームを多くもらいました。私はこの会社は2019年10月に YouTube で動画を出したのですが、その当時はまだ219ドル、10倍の株統合をしたので、当時は今の21.9ドルですね。これだけ落ちたのにまだ落ちていき、今年の3月には2ドル台になったので買い増しました。でもとにかく2022年12月に今の30ドルぐらいで、 3万ドル買ったのに、底値の買い増しのおかげで、含み益は現在でもプラス130万円はあります。そしてもちろん、これで終わりじゃない。3月にはこんな流れもありましたよね。 CGC は3月22日金曜日に68%上昇し、月曜日には15%下がって、3月25日には7ドルでした。その時は2ドル台で買い増しして、1日で31%のこのあたりの上昇でもまだマイナス618万円でした。3月には2.9ドルまで下がったので、 クレームを受け取りながら私は買い増しをしていきました。この動画を出したのは3月19日。2ドル台で CGC 全力買い。まとめると、2022年12月に800万円買った後、700万円の損失で保有額100万円になりましたが、 一株2ドル台になったその時に200万円の買い増しをしたということです。テスラのモデル3が余裕で買えるぐらいの損失になって、その時にさらに買うことはできますか投資も長くなるとできるんです。現在5月3日金曜日夜中の2時、今日は昼までに起きてバーベキューなので、市場が閉まる5時まで起きていられないんですが、現在の含み益は プラス15,805ドル。円高、進んでますね。153円台になってます。153.74円で計算すると、現在含み益はプラス243万円。 保有額は88,758ドル、1,364万円。買った株価がそれぞれ右側に書いてありますが、一番高いのが31ドル、次に14ドル、2.89ドル、3.38ドル、3.38ドル、そして実質、為替利益も含めると、現在、プラス360万円です。投資に安心なんてありません。安心があったら投資ではないからです。 しかし自分なりに株価は元に戻るという確率の計算をしているのでニヤニヤしながら買い増ししていました。現在の結果論で言うと当時2ドルだったのに現在10ドル台ですから花子に捨て台詞を破棄、損切りした人たちの愚かさわかりますかまあ、文句言わずにリスク軽減で売った人はいいですけどね彼らは何を基準に株を買ってるかというと 安心感です。ちょっと変わった株を買って、爆益を狙って、上がらなかったら、花子に文句、もしくは、下落した時の涙のマークを送りつける。あの涙のマークを送りつけてくるやつ、嫌ですね。怒り散らして来られた方がまだマシだわ。みんなじゃないですよ。僕が、私が買うと株価が下落するという人も、上昇している株を選んで買っているわけであって、株価しか見てないんですよ。だから、正解は、 上昇してる株を選んで買ってるから下落する自然現象ではないです。私は安心感で株を買いません。ちゃんと調べて株を買います。もちろん選んだ株が全部上昇するという保証はありません。だから人の真似をしたらいけません。まず自分でも考える。マリファナ株という危ない個別株を買ってるからでしょうと思う人もいますが、 リスクレベルは違えど、インデックスも考え方は同じです。つまり、安心感を買っていたら負ける。インデックス株だけを買っている人は、個別株を買うのが面倒とか調べる時間がないとか、まだ初心者で個別株はどれを選んだらいいかわからないという人が多いと思います。インデックスって個別株の集まりなんですよ。 そして S&P500 でも株価が50%下落することはある。私は2000年から投資をしていると言いましたが、過去に2回50%下落してますからね。それでもその後上昇していくという想定のもと、私たちは米国株投資をしているわけです。インデックスでも安心感を買うということを避けるために、毎月同じ金額を自動引き落としするんですよね。それは簡単に言うと、 愚かな人間の行動をしないために自動引き落としに任せるということです。しかし、愚かな人間は機会を止めることができます。下落したら損切りしてやめるってことです。もしくは前回言ったお金を借りて投資をしていて下落したら強制ロスカットをされるということです。これは問題外です。 絶対にお金を借りて投資しない。持ってる現金で投資しましょう。僕が私が株を買うと下落するというのは、大抵の場合はインデックス、毎月投資の自動引き落としではなくて、この株がいいと言って、自分のタイミングで好きな株を選んだ場合です。 つまり株価が判断基準なので株価が上がれば買う。しかし冷静に考えれば株価が上がれば利格をする人がいる。つまりある程度上昇すると下落するのは当たり前なんですね。10万円しか下がらない株は10万円しか上がりません。2500万円の含み損を出すポートフォリオ、株の組み合わせは5000万円の含み益にもなります。これは私のことです。私のいつも見せている講座は2022年には 2500万円の含み損になり、2024年の現在は5000万円の含み益です。為替利益が2000万円ぐらいありますね。安心感で上昇する株しか買えないのなら、自動引き落とし、自動投資に毎月分割で、絶対に一括投資はしないで、現金のみで投資した方がいいです。しかし、個別株で大きなリスクを取って、大きなリターンを取りたい人は、 70%はインデックス投資で、個別株は30%ぐらいにしておきましょう。私の CGC も全体で見たら5%以下の投資です。 大きなリスクの株を全体の5%ぐらい投資して大きなリターンを狙うのも楽しいです。私がお見せしている口座は全部個別株ですし暗号通貨やコインベースなども買っているのでリスクが高いと思われるかもしれませんが私は結構慎重な方で一点集中で投資していません。コインベースも33,967ドル500万円ぐらいしか買っていませんが 株価が下落してみんなが見向きもしない時に買ったので、現在は2329万円です。みんなが下落で逃げても売らなかったから CGC を買った同じ2022年12月に、 コインベースを買いましたが、現在プラス335%、ちまちま利格して売り逃げてたら、この利益はなかったです。僕が買うと、私が買うと、株価が下落するという意味、わかりましたか株価を見るのではなく、中身を見る。それができないと思うなら、インデックス投資で、毎月投資の分割投資、現金投資、個別株投資をすると、 インデックスの中身が分かるので、さらに株価を保有する握力になります。金額を少なめにすれば勉強になるので、少学でやってみましょう。CGC は2ドルになっても売らないぞ。売り逃げするやつ、大した利益つかめない。小金稼ぎ虫。それでは、さようなら。2024年1月、新忍者、日米の差はどんどん広がる。今こそ米国株。 アマゾンで好評発売中。Amazon、では無駄に10か国ぐらいで売ってます花子の考えがぎっしり詰まってます会計クラスメンバーの皆さんも復習になると思いますのでぜひ読んでみてくださいこちらは白黒ですがカラー版も出ましたやっぱりカラーの方が漫画が綺麗に写るんですねカイルちゃんも綺麗に写ってます あ、このカエル私描いてますよ。しかも大体夜中に書いてるので味があってカエルちゃん好きって言ってくれる皆さんありがとうございます YouTube 収益とこの本の利益は全て犬猫保護活動に寄付しています本のリンクは下にあります